とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクララジオズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もナイトメアモッド、やっていきたいと思います。ボスと戦っていきますね。今日戦うボスは、ここにしましょう。燃えるカジバですね。さあ、簡単に倒せるのでしょうか。それでは行きましょうか。影のブリューと力のポーションあるけども、取らずに行きます。でね、コントローラーが壊れた。ポーションが使えないのよ。今、ボタン押してんだけど、ポーションがね、使えないんだよね。ポーションバリアができない。まあ、一応ね、連射オンにすると、その瞬間使えるようになるんだけども、釣り竿が、オフになっちゃうのよ。なんかね、すごく嫌な感じなんだけど。まあいいや、とりあえず試してみましょう。いけ。あー、まあこんぐらいか。オッケー、召喚したな。オッケー、召喚してくれた。ということはそのまま倒せましたね。あ、レッドストーンも普通に倒せた。いやー、ちょっと待って、これね、本当にさ、この、ポーションが壊れたっていうのが本当に痛い。何にもできないもん、こんじゃ。ということで、ちょっと、コントローラー買い直します。やっぱりね、なんだろうな、自分がちゃんと信用できるコントローラーじゃないとダメだね。信用できる、メーカーじゃないと。ちょっとアマゾンのセールの時に、なんか5000円ぐらいのが2500円ぐらいで買えたのよね。でもやっぱね、良くなかった。2ヶ月で壊れたな。ダメだ。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。